はい、神田クリエイターズラボのクリエイターズトークということで、今日はですね、園さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。ですね、実はこの園さんにお会いするのは今日が初めてなんですけども、はい、初めて。園さんはピラティスの講師をやられていて、はい、歌を歌われたりとかいろいろこう、アーティスト活動をやられてるっていうことなんですが、はい、実は先ほどですね、園さんにですね、教えていただいてこちらのオフィスの屋上でですね、はい、ちょっとピラティスの簡単なね、いろんなことをちょっと実は教えていただいて、もうそれだけでもね、本当に体がほぐれたなっていう感じがしてね、すごい良かったんですけど、じゃあまずね、いろいろお話を伺いたいと思うんですが、はい、園さん、自分のね、ご活動とそれから自己紹介をちょっとしていただけますか。はい、はい、さっき言ったこと同じですか。そうですね、いいですよ。はい、はい、園と申します、うん、私はもともとダンサーで、で体の使い方に悩み出してからピラティスの勉強をするようになって、うん、でピラティスの講師として働いて8年か9年ぐらいになります。でその中でやっぱり体の神秘だったり体の不思議、なんでこんな体のデザインなんだろうみたいなところにフォーカスを当てて、背骨は歌うというプロジェクトをして進化の過程を実際にやってみたりとか、五感に基づいて普段暮らしているところだったり、五感の記憶みたいなのってないかなとか、体にまつわることをダンサーと共有して1年ぐらい周回をして、リハーサルといえばリハーサルなんですけど、でそれを公演という形でお客様に見てもらって、それが2019年の11月中旬ぐらいなんです。あ、割と最近なんですね。そうなんです。そこからコロナが来たりして、でそのお伝えの仕方が、講演の内容が、ミュージシャンと、私の歌と喋りと、そしてダンサーとっていう、あまりないような講演形態で、パフォーマンスという形で体の話をしたんですけど、それをもうちょっとこう YouTube っぽい感じでポップに分かりやすい解説をしてみたりとかを最近、あとワークショップですね、子供のワークショップとかを子供と大人に向けて体の不思議を体験してみるみたいなワークショップをしたりしてます。面白いね。なんかね、今話聞いただけで面白いなと思うんですけど、最初にそのダンサーとしてはどういうふうなダンスをしてたんですか。はい、中学1年生ぐらいから創作ダンス部って聞いたことありますか。なんとなく聞いたことある。なんか基礎はバレエに近いんですね。裸足で踊るみたいな。でみんなでテーマを決めて、例えば風とか、でそのテーマに沿ってダンスを作るんですね。もう身体表現みたいな、なんかモダンダンスみたいな感じですか。そうですね、モダンダンスです、ね、なるほど。でそのままずっとダンスをやってしまって、で大学もダンスで行っちゃったんです。あ、そうなんですか。そうなんです。日本女子体育大学舞踊学専攻っていうのがありまして、でダンスの科に行って、でそこは結構本当は大学行きたくなくて、もう私ダンス高校生でやりきっちゃって、ちょっとやる気なくて、社会科見学4年間いろんな世界見ようと思って、そこで音楽やってみたり、なんか劇団の公演に出させてもらったり。そうなんだ。なんかいろんなことして、じゃあ役者さんみたいなことやったりとか。そうですよ、ロッテやってみたり、エンターテインメント、アイドルとまではいかないけど、そういう世界も見てみたりとかして。本当？そう。いや、アイドルやってたの？アイドルじゃないけど、ちょっと近いような女の子たちがいるようなところに出てみたりとか、なんか NHK の朝ドラのオーディションとかはなんか受けることになって、へ、 NHK 行ったりとか、なんかいろんなことで、イギリスに行ってちょっと留学してみて、他の国の文化知ってみたりとか、とにかくいろんなことをして、でニューヨークに旅に行って、そこでピラティスに出会ったんです。それなんでニューヨークで、なんでピラティスに出会ったの。ニューヨークなんですよ、ピラティスって広まったのが。あ、本場はそうなんだ。そうなんです。ジョセフ・ピラティスさんっていうドイツ人の方が、ピラティス人の名前だったんですか。そうなんです、ドイツ人の人の名前 でその方がニューヨークに亡命して、ちょうど戦争時代だったのかな、ヒトラーとかの時代ですよ。でその手渡って、もうそこで戦争終わってると思うんですけど、ダンスが、モダンダンスとかがアメリカ、ニューヨークですごく流行って時期 でピラティスさんのスタジオにダンサーが来るようになって、であそこに行ったら腰が痛いような音とか多分広がって、
とか調べていただけると、うん、ピラジョセフ・ピラティスさんがもうパンツ白パン一丁でなんかいろんな動きをしてたり、うん、いろんな器具を開発してる、うん、なんかベッドとか健康器具みたいな、うん、あるんです。調べたら見ていただけるんですけど、うん、でそこでダンサーが弟子になり、うん、また弟子になり、うん、でアメリカの全土に広がり、うん、でそこにたまたまマドンナかなんかが受けたんですよね。あ、そうなんですか。それでいきなりセレブがやるみたいな感じで広がって、で日本に渡ってきてっていう感じです。あ、そういうきっかけだったんですね。じゃあそれ結構戦前だからかなり昔だったよ、始まりはね。そうですね。全然関係ないですけど、私最近合気道を習っていて、またいろんなことやりますね最近習い始めた。そうなんです。で合気道の創始者上柴森平さんっていう方が、うん、ジョセフ・ピラティスさんと同じ年の同じ日に生まれてるんですよ。なんかそういう運命的なつながりがねあるのかもと思って、まあ、ちょっと何となく雰囲気も似てるところあるじゃないですか。ないですか。そう、でもテーマが似てるんですね。あ、心と体の調和って2人とも言ってて、うん、なんか似てるんですよ。なんかね、ちょっとあのいろんな話を今の話聞いただけでもすごく面白くて、はい、僕全然その門外漢だから知らないんですけど、はい、そのいわゆる普通のヨガとピラティスって何がどう違うんですか？ヨガは多分いろんな説があると思うんですけど、うん、アーユルヴェーダの歴史がやっぱ何千年前ってすごく長くて、うん、そのうちの一つなんですよね、体を動かす部分は、うん、であの漢方みたいなものもあるし、うん、呼吸法もあるし、うん、でピラティスは体を解剖学に基づいて動かすみたいなところがあるので、うん、自分の体を自分でコントロールしましょうみたいなものですね。あ、全然違うと思います。全然違うんだ、はい。なるほどね。でもピラティスさんもヨガをやっていたっていうのが残っているので、ヨガと動きは結構似ていたりします。なるほどね、はい。そしたらそのお園さんがピラティスを始めて、ちょっと話が戻るんですけど、はい、あのまあ、大学でいろいろ活動されたりとか、はい、そういう何かこう、まあ、役者みたいなことやったりとか、それからその後どうしたんですか？じゃあでそのままニューヨークから帰ってきて、うん、ピラティスの資格を取ろうと思って勉強を始めて、うん、で資格を取って卒業して、うん、でピラティスのスタジオでアルバイトしてみたりして、うん、それがいつ頃だったんですか？と震災の後、2012年とか。あ、なるほど。2013年とか、うん、10年近く前でね。そうですね、うん、でなんかいろんな先生に会ったり、うん、いろんなお客さんに会ったりして、うん、やっぱりみんな体に悩んでる人がこんなにいるんだっていうのも気づいたし、ほとんどの人がそうだもんね。そうですね、うん、でそこからもう一回勉強し直して、うん、やっぱもうちょっと深く勉強しないと全然分かんないと思って、うん、まあ、結局どんどん分かんなくなっていくんですけどそれは体複雑だからね。そうですね、うん、でなんかそうですね、で体ってやっぱりこう解剖学的な面もあるし、うん、例えばこういう喋り方とかも体の使い方だし、うん、まあ、人との関係性とか、うん、人との関わり合いもかなり体に影響してしまうし、もちろんそうですね、うん、なんかこれだっていうものはないというか、うん、全てにおいて影響させてしまうし、表現だし体だなっていうふうに、うん、気づいてからなんかいろんなことをやっていいんだなって思うようになりましたね。なるほどね、はい、そうですか。その一番あのニューヨークに行った時に、はい、まあ、ピラティスに出会われて、はい、これだと思ったきっかけって何だったんですか？その時に例えば自分が体調不良が悪かったとか、ね、なんかあったんじゃないかなと思う。そうですよね、うん、なんかダンサーって結構怪我をする。ああ、まあまあそうでしょう ね、うん、なるほど。あの熊川哲也さんとかね、あの人たちもそうです、みんな怪我するもんね。まああそこまではすごいことはしてないけどなんか体をつく、例えばこうバレエのこういう動きがありますよね、うん、はいはいはい、うん、肘はこっちで小指はこっちでとか、あで肩を下げてよくわかんないじゃないですか、うん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 、でも全然どういうことだろう、力も入るし肩も凝るし、うんうんうん、で肩を下げなさいとか足をいっぱい上げなさいとか、うん、足はこっからお尻から使いなさいとか、うん、多分いろんな先生にいろんなこと言われたり、うん、もう自分の中で全然消化できてなくて、うん、ちょっと体迷子みたいになってる部分もあり、で普通に歩くっていうのも分からなくなっちゃって、うん、なんかこうやって歩いたらいいんだろうとか呼吸とか姿勢も、うん、姿勢いいですねって言われるのがいいのか、うんうん、でも自分としては苦しい、呼吸しづらいとか、うん、
なんかそれすら分からなくなっちゃって、ちょっとこれ解剖学を勉強しないと進めないなっていうか、あ、そういう気持ちになってね、なって、うん、でニューヨークに行った時に、うん、解剖学を、動く解剖学、うん、動いて学ぶ解剖学だからピラティスをやったらいいわよって言われて、うん、そうなんです。それでピラティスを やろうって決めたんです。うん、なるほどね。そうです、うん、ピラティスに興味があったっていうよりは、うん、解剖学を知りたかったっていう感じですね、うんうん、ああなるほどね、はい、なんか今お話聞くとピラティスって僕全然詳しく知らないんですけど、割となんかこう、まあ、厳密な学問っていうか解剖学からアプローチして、ね、結構きちんと人間の体を、ね、まあ、考えた上でっていう、そういう動きなんでしょうかね。そうですね。多分ピラティスと一言で言っても、うん、そのクラシカルピラティスってもともとやったスタイル、うん、呼吸の仕方とかを引き継いでいる流派だ、うん、流派がいっぱいあるんですよ、うん、へー、先生と病院とかで PT さんとかが患者さんに、うん、あ、じゃあこれピラティスのあれ使おうみたいな感じで、あのセラバンド、ゴムみたいなのを持たせてリハビリに使ったりとか、あ、なんか理学療法士さんがやるようなこと。そうです、結構海外のピラティスのワークショップとか先生だとも、うん、あの整形外科の先生とか、うん、PT さんが教えてくれたりとかして、うん、なんかピラティスっていうものが結構いろんな方向で今世の中に広がっているなって思います。うん、なるほどね。スポーツクラブでやるピラティスもあれば。うん、そうですよね。そうですね。うん、なるほどね。で結構今聞いたら結構あれですか、例えばそのアメリカなんかでも関心持ってる人ってそこ多いんですかね。結構多いと思います。アメリカだともうピラティスというかどっちが好きみたいな、あ、本当、質問とかをなんかアリシャ・キースさんに誰かがしてました、そうなんだ、ヨガって言ってましたけど、あ、なんか今のおそらさんの話聞いてね、僕 、はい、なるほどなと思ったのは、はい、あの例えばそのスポーツ選手って確かに怪我すごく多いし、はい、あのスポーツ選手って逆にすごく体が何かこう偏っちゃうなっていう印象がすごくあるので、例えばなんか肘だけがすごく痛くなるとか、はいはいはい、ゴルフやってる人はこうすごく腰痛になって、はい、すごく体のバランスが崩れるみたいなね、はい、うん、なんかすごくそういう風なイメージがあるから、はい、その今の話聞くとピラティスっていうのは割と体の全体をトータルで考えた、そうですね、なんかそういうふうなそのフィールドかなっていうのを思うんですけど、そうですね、どうでしょうかね、なんかこう体に関しては得意な分野をずっとやるっていうよりは、うん、得意な分野と苦手な分野を両方やった方がバランスが取れるなって思います。あ、なるほどね、はい、うん、なるほど。例えばお相撲さんがバレエやって、うん、またお相撲さん、うん、相撲に戻ったら、うん、パフォーマンスが上がるんですって。それちょっと面白いね、なんですよね、なるほどね、そう、うん、自分が使わないものを、まあ、使うっていうか筋肉とかいろんな体の、そうです、あ、10人でここの机を持ち上げようって言って、うん、大体3人しか頑張んないところで、うん、7人何もしてないみたいな、うん、その7人を起こすみたいな、あ、私はそういうイメージでやってます。なるほどね、はい、うん、これね本当にあのいろいろ話は尽きないっていうか、まだいろいろ話を伺いたいなと思ってて、まあ、おそのさんが良ければね、これまた神田クリエイターズラボでね、はい、ちょっとシリーズっていうか、また改めてずっとね、話をね、はい、時々聞けたらいいなっていうふうに思うんですけど、あのちょっと時間的なこともありますので、じゃあちょっとあと最後ね、まあ、1、2分ぐらいで、はい、あの、ご自身の活動の宣伝っていうかね、今こういうことをやられていて、ね、はい、例えばここで教えてるとか、あの、まあ、動画を聞き、あの見てる皆さんにちょっとお話しいただけますか。はい、ありがとうございます。うん、そうですね。私はそうですね、コロナになってオンラインレッスンすごい増えて、オンラインレッスンをやってます。なるほど。で、背骨は歌うで YouTube で検索していただけると、うーん、 YouTube でもライブ配信やったりするので、あ、やられてるんですね、ぜひ、はい、あとはフリーダムオブピラティスっていう、オンラインスタジオと、スタジオフットノーズ TV っていう、友達と3人でヨガのことピラティスのこと3人でやってるスタジオがあります、うん、あとは全プレースさんっていうところで、うん、毎週日曜日かな、新宿でグループレッスンをしています、うん、あとは今おそので調べていただくと、うん、iTunes とか、うん、Spotify とかで私の曲が聴けるんですけど、歌もね、歌われてすごく歌がね、うまいので本当に僕も聴きましたけどもね、ありがとうございますぜひね、おそのさんの歌を聴いていただければと。ありがとうございます、はい、なんかちょっとこう盛り上がる曲っていうよりは眠くなる曲なんですけど、うん、ね、そうですか。今セカンドアルバム作成中でして、あ、そうですか、はい、うん、おそので、YouTube チャンネル、音楽の方でも別でやってますので、うん、そちらも聴
聞いていただけたら嬉しいです。はい、でいろいろ本当多彩な活動をされてるっていうことでね。じゃあまたね、あの機会があったらぜひね、あの、はい、お話の続きを伺わせてください。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。